エスパルス対マリノスの試合をお伝えします。夜になってもサポーターのエネルギーは衰えることを知りません。ホイッスル、試合開始です。前半45分始まりました。場面に向かって右にエンドを取った清水エスパルス、反対側に左にエンドを取った横浜マリノス。細かくつないで、そしてクリア、ナイスディフェンス。パスをつないでいきます。後ろへ、速いパス回し、シュートだ。細かくつなぎます。短いボール、ゆっくりとパスを回します。積極的なディフェンス。フォローが欲しい。イエローが出されましたか。清水エスパルス、フリーキックです。ヘッドで流す。守りが甘い。長いボール、ヘッドでクリア。逆襲です。狙った。ゴールラインを割りました。さあゴールキックです。ヘッドで流す。細かくつないで右へ、サポートが遅いですね。タッチラインを割りました。さあスローインです。タッチを割りました。さあスローインです。そして攻めきれません。ドリブル、止めている。ゴールラインを割りました。さあゴールキックです。ヘッドで流す。うまい。おーっとシュート。ゴールラインを割りました。ゴールキック、大きくクリア。攻めきれませんでした。さあスローインです。大きく飛び込む。ゴール。ゴール。素晴らしい。芸術的です。キーパー及びません。清水エスパルス先制のゴール。前半終了です。横浜マリノス、何としても追いつきたい。
後半45分始まりました。横浜マリノス、前半は思うように攻めきれませんでした。横浜マリノス、集中力が切れかかっているようです。パスをつないでいきます。相手に自由なプレーを許しています。素早い飛び出しです。大きくクリア、中に入れた、クリア。守備には定評があります。さあスローインです。ふわりと浮かせる、一旦戻します。後ろに戻します。一旦下げます。前線に出して、ここからが見ものです。執念を見せます。清水エスパルス、右サイドを意識しています。細かくつなぎます。いい感じです。大きくクリア、ここは回り込んでいます。時間も半分を経過しました。横浜マリノス、右サイドを意識しています。短いボール、ゆっくりとパスを回します。後ろに戻して、細かくつないで、そして大きく前線へ、ヘッドで流す、パスをつないでいきます。速いパス回し、スルーシュート、よく入りました。狙いすましたシュートでした。横浜マリノス1点、清水エスパルス1点。試合は点を取り合う派手な展開になっています。もう一度ご覧ください。残り5分、さあ時間もなくなってきました。細かくつなぎます。短いボール、ゆっくりとパスを回します。おや、これはオフサイドです。時間がない、ヘッドで流す、ドリブル、細かくつないで、ここで後半終了。両チーム全くの互角、 V ゴール方式の延長戦に突入。一瞬のミスが命取りになりかねません。勝利の女神、イエローが出されましたか。清水エスパルス、フリーキックです。慎重にボールを置きました。ヘッドで流す、パスをつないでいきます。フォローが欲しい、左足、クリア。どうにも攻めきれません。大きく上げた、大きくクリア、攻めきれませんでした。ヘッドで流す、速いパス回し、サポートが遅いですね。守りが甘い、大きな縦パス、
フィニッシュの形まで持っていけない。細かくつなぎます。前に送る、後ろへ、短い、これは危ない、危険すぎる。今のはレッドでもおかしくないでしょう。清水エスパルス、得点の糸口にしたい。直接狙う、ゴールラインを割りました。さあゴールキックです。短いボール、大きくクリア。守備には定評があります。ここで延長前半終了、両チーム譲らず延長後半に突入します。キックオフのホイッスルが鳴りました。両チームここで決めてしまいたいところです。お互い全てをぶつけてほしい。延長後半15分始まりました。ゆっくりとパスを回します。おっと、大きくクリア、ナイスディフェンス。前に出す、審判が時計を見ている。細かくつないで中へ送る、一旦戻します、中へ送ってくる、そしてパスをつないでいきます。これはイエローカードだ。清水エスパルス、これは大事に攻めたい。ここで延長後半終了、両チーム譲らず PK 戦に突入します。延長戦で決着がつきません。 PK 戦に入ります。勝敗の行方が全く分かりません。横浜マリノス、1人目のキッカーは三浦。よく見ていました。狙いすましたシュートでした。いい感じです。清水エスパルス、1人目のキッカーは長谷川。華麗に決めました。目の覚めるようなシュート。まだまだ分からない。横浜マリノス、2人目のキッカーは中村。よく見ていました。目の覚めるようなシュート。いい感じです。清水エスパルス、2人目のキッカーはオリバ。すごいキック力が炸裂、これはパワフルでした。横浜マリノス、3人目のキッカーはサリナス。すごいキック力が炸裂、狙いすましたシュートでした。清水エスパルス、3人目のキッカーは沢登り。信じられません。横浜マリノス、4人目のキッカーはバルディビエソ。ナイスキック、狙いすましたシュートでした。絶好調です。清水エスパルス、4人目のキッカーは市川。よく見ていました。目の覚めるようなシュート。横浜マリノス、5人目のキッカーは井原。華麗に決めました。目の覚めるようなシュート。実況を忘れ、思わず応援したくなった試合でした。満足できる内容だったのではないでしょうか。そろそろお別れの時間がやってまいりました。